えー、390円のですね、新商品リリースキャンペーン、終了となりました。えー、たくさんの方に買っていただきまして、まあ、今回はね、えー、買うなと。結構買ってもやらないと意味ないぞっていうところをね、めちゃめちゃ、まあレターでも書いたと思うんですけども、まあ、それでもね、結構な方買っていただきましてありがとうございます。で、実際にもうお客さんの声として、まあご意見もね、すごい良かったですっていうご意見もいただいたんで、 まあ、あとはもうやるだけですから、やっていただきたいなと。で、僕はやりますと。<laughs> まあ、あの、ご存知の方はね、ご存知かもしれないですけど、僕、10月1日で39歳になります。で、10月1日にはね、一大的な発表は、重大発表がありますので、それは、動画また10月1日、僕の誕生日の日に重大発表、動画を公開しますけど、その前に、 あの今回ね、塩と胡椒という再生リストで作ってご案内してきたんですけど、この塩と胡椒を足すと何ができるんだっていうね、この何の商品をご案内するかは、まあ、恨めるまでということでございますけども、24時間限定で9月30日0時からまたご案内させていただきます。だから中1日挟みまして、9月最終日ですね、24時間限定でこれもかなり、まあ、これからコンテンツビジネスをね、 えやっていきたいっていう方にはかなりいい内容になってますので、まあえー、どんなものが発表されるかは、えー、恨めるまでとところで、まあ、登録興味ある方は登録しておいてください、まあ、年内中にまた390円の商品新商品出すかはちょっとわかんないですけど ま,あま,あまた機会があれば、今年もまだ3ヶ月ありますんで、もう一発ぐらいはやるかもしれないですね、390円の新商品なんか。まあお客さんの声を結構いただいてますので、まあそこで、まあ,あ、考えて、なんかこれいいんじゃないかなっていうのがあれば、またなんかやりますので、その際はっていう。ただ、あの、買ったら、結局その、うん、やる時間が発生しますから、 うん、あやる時間というか、その勉強する時間が発生するので、やらないんだったら映画見に行くとか、まあ、彼女とデートしに行くとかね。なんかそういう時間に使った方がいいと思いますよ。やらないんだったら。うん、まあ、もったいないですからね。うん、まあ、今回はレターにも書いてますけど、390円っていう安い金額で釣ってますから。ね。それも書いたと思いますけど。<laughs> うん、はい。 ということで、まあ、今回24時間限定では、まあ、お知らせみたいな動画になりますけども、まあ、それはお知らせではお知らせで終わっちゃうんで、まあ、あの、そうだ、あの、あれを紹介しようかな。はい、えー、すいません。ちょっとあの、引っ張ってきました。まあ、あの、メッセージちょっといただいておりまして、えー、これはあの、商品買っていただいた方からのまたメッセージなんですけども、まあ、ちょっとね、動画を送ったんですけども、それで、 まあいただきまして、えー、調子はどうとのことですが、えー、現在、派遣労働でどうにか食いつないでいるような状態です。吉谷さんがレターにも書いていた,いたように、学んだ知識を使わなければ勉強した時間も無駄になってしまうんですよねと、バッターボックスに立てていないにもかかわらず、商品の安さをいいことにこ購入してしまいましたと <laughs>、まあ、それが僕の狙いですからね。<laughs> はい 私の今の生活では細々と食べていくのでやっとであり、借金も到底返しきれそうもありません。今月の返,返済はしのいだ。来月は無理なんじゃないか。というパターンで気が気じゃありませんと。まあ、これはね、結構僕をあのリスペクトして、結構見ていただいて、この、あの漢字僕読めないんで、あの <laughs> このね、あ,のありがたいですね。漢字が書けなくてもね、こうやってね、あのー、 本当僕のよく知ってる方こういうふうに送っていただけるんですよ。本当はあすみません。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。はいえーまあ、借金があってね、えー、気が気じゃないとで。吉田さんはあれだけの大きな借金を返済中にもかかわらず、ダマと1人カメラの前で発信していきた。 していいたたののかとと思思うと自分の非力を思い知らさされれます100万円持ち逃げされたりよく動画見てますね。銀行がいきなり凍結されたようには見えませんでした。よく見てますね。私自身は返済のことなどは考えているとき、動機、息切れ、冷や汗で固まってしまい、バッターボックスまでたどり着けません。クズいかです。えー、考えても1円も返済できないのになぜか行動が止まってしまいます。長々と申し訳ありませんでした。 新商品をしっかり拝見させていただきますと、まあ、この方にまた動画をちょっと送ったんですけどもうーん,なんだろうなあのまあ僕がこうやれた原動力ですよねまあ実際そのねまあ動画を見てる方は僕の動画のまあ動画で出てる YouTube の僕しか知らないですけど本当の僕っていうのは僕しか知らないですから まあこの、ねあのー、銀行凍結、まあ、これも動画で結構、まあゆまあ、ファンの方は見ていただいてるか分かんないですけども、この銀行が、ね、凍結されたもまも、まあ、起きてきて、お客さんの入金チェックしたら、楽天銀行ですよ、赤文字でなんか書いてあって、お客様ののはなんちゃらなんちゃらって書いてあって、どういうことみたいなで。調べたら凍結で、なんか電話したらね、楽天銀行、ほんとたらい回しでね。

まあまあ、あのー、給料振り、給料が振り込まれるとか、まあ、そんなに取引量ないですよね。で、僕はその、あの、なんだ、AT、セブン‐イレブンとかの ATM で、まあ、すぐ入ったらおろしてたんですよ。で、それで多分なんかその、うん、勘違いされたんじゃないかなとで。だからそれでどういうことをやってたのかっていうのを、資料提出しろとかね、免許証提出しろとか、いろいろ言われて、全部でやったんだけども。 あのー、まあお金戻ってきたらよかったですけどね、解約って形で。でも3か月間、なんかいろいろとね、まあこれはもう愚痴になりますけど、まあ対応のひどいこと。<laughs> 別に何も悪いことしないのに、なんかもう、たらい回しで、まあそのオペレーターによって、派遣なのか分かんないですけど、そのオペレーターによって対応変わるんですよね、もうたらい回しで。びっくりしましたね、あれは。 だからまあ、この銀行凍結になった時は、本当に僕も借金返してる時ですし、その、もう、だから、引き出せないから、ゼロなんですよね。どうするみたいな。生活費ゼロみたいな話ですよ、いきなり。いきなり。まあ、その、タンス貯金なんか僕してないですから。まあ、普通、銀行に入れてるじゃないですか。財布に数万円入ってるぐらいじゃないですか、普通、普通だったらね。いや、だからね、これね、もう本当ね、この時は、 あれですよ。まあ、凍結された時は、いや、これはね、僕もね、メンタルいかれましたよね。だから一回布団に潜りましたからね、マジか、みたいな。夢であってくれ、みたいなね。で、5分ぐらい布団で、なんかいろいろとね、瞑想してたんですよ。<laughs> 瞑想しますよ。で、瞑想して、ああ、みたいな。マジどうするみたいな。 で、まあ最終的に僕はその5分後ぐらい、まあ5分か10分後ぐらいに動画撮ってたんですけど、まあ商品売るしかないですよね、もう。で、なんかキャンペーンして、んで、またやってたんですけど。うん。まああとね、この100万円持ち逃げされた時もね、もう、これもメンタルいかれましたね。要は、要は5、6年お付き合いしてる方ですし、 そのまあ、お金貸すときも本当にこの100万円は僕、キャッシュもきついんで、この返ってこなかったらだめですっていうところで、貸した理由としてはまあお世話になってたっていうのもあるし、うん、信用してたんだともちろんあるし、ねまあ、会社を経営されてる方だったんですけど、会社を僕も昔は、ね、経営してて、まあそのまあ、大体その、あの取引先とかの入金って月末なわけですよ。 だから中間層、中間の期間、キャッシュがちょっと足りなくなるとかあるんですよ、よく。で、ね、月末みんな入金で来るわけですから。で、それを言われまして、まあ僕もそれは体験あって、そういう厳しいこともあったんで、ねだ、まあだ月末になればね、ちゃんとまとまったお金入るから、すぐ返せるんで、こうこ,この区間だけなんとかだ、だちょっと貸してくれと足りないからつって言われてね、じゃあ分かりましたって貸したんですけど、ノーレスっていうね <laughs>。 あのね連絡一個もなかったのはしんどかったですね、本当に。うんまあ、それも結局、それはでもね、3日ぐらいメンタルやられた部分あるんだけど、もまあ、まあ、動画撮ってましたけど、まあ、すぐどうしようっつって、で、それでまあ、コンサル、うやりたくなかったんですけど、コンサル、もうこれだっつってやったんですけどね。うんで、それ結局、150万ぐらい売り上げ作って。 うんまあ、そ結局、その商品、コンサル商品、まあ、マフィア D ってやつなんですけど、それで多分2000万ぐらい作ったと思うんですよね、それがきっかけで、そこからまあシリーズ化してやってたんですけど、いろいろと、いろいろありましたけど、いろいろとまあ結論、僕、やりました。で、やった理由としては、要は、僕の場合は生きるか死ぬかなんですよね。つまり、生きるなら行動する。 行動しない死ってどういうことかっていうと、飯が食えないってことですね。まあ、これはあのドリームアカデミアの究極のマインドセットっていうのがあるんですけども、まあ、それで僕はまあいろんな考え方、マインド、いろんなことを伝えてきて、統括してこれしかないっていうのを言ったんですね。それが何かっていうと、まあ、結局、僕もいろんなお客さん見てますけど、 うーん。なんだろうな、僕の場合はその、派遣もやってないし、バイトもしてないし、これしかしてないんですよ。だから、もう給料ゼロなんですよね。だから、やらないとだめなんですよ。だから、そこがやっぱ、いつも感じるところが、お客さんは、あのやらなくても別にその、まあこ、この方もそうなんですけども、 派遣で食いつなげてるわけじゃないですか。食いつなげてるわけですよね。まあ厳しいでしょ。もちろん借金も返せてないかもしれないし、返すことはできないかもしれないけど、食えるじゃないですか、これでね。で僕食えないんですよ。ね。<laughs> 食えないですよ。だからやるしかないんで。うん。な、ここがやっぱちょっと違うなっていう。だって食えないのにやらないって死ぬじゃないですか。 僕、チキンなんで、昔ね、会,会社で勤めてた時あの、うん、本当に死にたいなと思ってね、リストカットしようとして、その手首に、なんだ、その、なんかそのカ、カッ、ターみたいなのあるじゃないですか、カミソリか。あれやったんですけど、切れなかったんですよね。まあ、あの、リストカットめっちゃしてる人いると思いますけど、僕はすいませんあの、動脈切れなかったんですよ。本当に、まあ、風呂場でそれやろうとしたんですけど。 なやっぱ結局チキンななんすすよよ死ねないですよだから <laughs> あ、俺死ねないんだなじゃあ生きるしかないなって、結構そこ,でそこで悟った部分もありますね、本当に死のうという行動を取ったときに、ふる、やっぱ痛いし、あんなんね <laughs>、動脈切るのなんか嫌じゃないですかね、なんかあの、ね、あの手首切って風呂場にね、こうつけとけば血がバーってなって、多分ね、いけると思うんですけど、怖くてできなかったですね。 なんかまあ、その時も誘ったっていうのは、その時も誘ったな、なんか死ねないな、っつって、生きるしかないな、っつって、やるしかないなっていう。まあ、生きるってことは呼吸することだし、生きるってことは飯食うことだし、生きるを選ぶんだったら、飯食うしかないですよね。飯食わずして生きられないじゃないですか。なんか30年飯食ってません。でも、ピンピンしてます。まあまあ、いないんじゃないかなと思うんですけど。生きるイコール飯食わないといけないんで、じゃあ飯食うためには金が必要ですよね。 うん、まあ、あとは自分の、うん、家賃とかねまあそういう細かい経費もあるわけですから,、うん、だからまあシンプルにこういうことですよねだ僕の場合はこうもうも行動しないイコール死であると飯が食えないとなんかやるしかないとでもやっぱ一般の人見てるとまあその、うん、あなんだかんだ言って食えるわけですよなんだかんだ言って食えるんでうん だもちろん僕みたいな状況を作らなくてもいいんだけども、うーんそこがやっぱ決定的な。なんだろうな、シンプルなんですよね、僕の場合は。そういう状況だからやるしかないんで。うん。そう。だから、まあ、ま、あの、究極のマインドセットでその環境を作れみたいな話を確かしてたような気がするんですけど、やらないといけない状況を作る。だから今回また僕もね、 あのはっきり言いますけども、まあ、あなたもね、ご存知の通り、僕は390円の商品売って、飯食えるわけないじゃないですか、<laughs> ね、どう思います食えるわけないですよね、まあ、これが僕が再生数が常時1000回、2000回、3000回回ってて、常時、まあ、1000人近くのお客さんが390円の商品買ってくれるんだったら、それだけで40万円ぐらいになりますよ。 30万超えてきますよ。まあ、決済手数料、まあ、今回、2つ買うと7 8十円なんで、まあ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 、うん、まあ、仮にね、1000人が7 8十円買ったら78万、まあ、決済手数料抜いても70万ぐらいになりますよ。でも、1000人は買わないですよ。僕の再生数から見るとね。だから、今回も40人ぐらいかな。買っていただきましたけども、それぐらいですよ。で、40、390、ち計算しましょうか。 780でしょ百八十まあ、全員がね、2つ買ってない人もいるんで、780×40、まあ、で、いくらだ ?3 万ぐらいじゃないですか、三万千二百これで飯食えないですよ。<laughs> これで食えるわけないじゃないですか。か僕はしっかりその、飯食えるように、これ以外もちゃんとやってるわけですよ。わかります。これもやるけど、違うのもやると。今回、9月30日やるのも、ね。 これを買ってくれた人の中でもっと勉強したいっていう、もっと本気でやりたいっていう方のために、うん、また新商,新商品じゃないけど、その商品ぶつけることによって何人か買っていただける方はいるんじゃないかなと。じゃ可能性があるんだったらやるべきだし。うん、っていう感じで僕はコミットして、やる状況を作って、で、セールする。だから、うん、コミットするってことですよね、常に。 な僕は普通に再生リストでこの日に販売しますよみたいなコミットをして、コミットして、やらないと、やらないといけない状態を作る。でもこのやらないといけない状態を作れる理由としては本、本質はここにあるってことね。 だけどこれだけでも,もうやっぱ人間って怠け者なんで、まあ、そうは分かってるんだけどなかなか動けないっていうね、死がなんかその、まあ、平和ぼけしてる部分もあるんで <laughs>、ぶっちゃけ日本に生きてればねあ最,終最悪その生活保護とかもありますし借金に関しては自己破産っていうのもあるし、自己破産もあるし生活保護もあるし、ぶっちゃけその、ね、自分で稼げなくてもなんとか飯食えるみたいな状態もあるんで平和なわけですよ。 うーんだから、この状況でもできない人もいたりするわけですよね。飯が食えない。いや、最終的にそういう手段もあるからね。だから、この、やらないといけない状況を作っていくっていうのが、まあ、すごく大事かなと思いますね。コミットすると。自分にコミット、まあ、自分と他者に。自分と他者。なあ、他者。他者にコミットしてと。自分自身にもコミットするし、それをみんなに言うっていうね。 これも僕もあのみ、あの、あのなんだ、一般公開でこう言ってるわけですから。うん、で、そうすることによって、お前、あれ、販売する言うてたやん、みたいなね、話で、うん。ちゃんとそれを守っていくとですね、コミットして。だから、約束を自分で作って約束を守っていくっていう <laughs>。すごくシンプルですよね。あなたは約束を破るタイプですか友達とや友達とね約束、待ち合わせして、ぜぜ全部ドタキャンするタイプですか そんな友達いなくなりますよね <laughs>。どうすか。毎回約束したも全部ドタキャンみたいな。まあ普通守りますよね。うん。だからコミットすればそれを守ろうとする、なんだろうな。力は自然と発生するんじゃないかなと思うんですよね。普通だったら。うーん。普通じゃなかったらその毎回ドタキャンするかもしれないですけど、僕、僕の中でドタキャンはまあまあありえないので <laughs>。 うん、そのまあなんかね、急用な用事が入って、それ連絡するんだったら分かりますよ。だけど、連絡なしでドタキャンはありえないですね、僕の中では。約束しといて。んまあたまにある、まああったんですよ。だから,だからコンサルのままや,やりたくないのも、たまにそういう人いるんですよ。コンサルの日程、僕もね、たまに人間なんで本当に忘れる場合もあって、すいませんって、後から送ったりしますけど、何も連絡来ないっていうね。で、フェードアウトしていくっていう人もいたんで、まあちょっとないですよね。 うんまあ、話を戻すと、あのー、コミットするというのが一番いいんじゃないかなと思いますね。よく夢とか目標を紙に書けっていうのも、も結局あれも自分にコミットするというかね、この日まで。あとはまあデッドラインを作るということですね、デッドライン。コミットにデッドラインを作ると。これ大事ですね。要はいつまでっていうね、いつまでなのそれっていう。それいつまでと。 そのうち、なんかよくあるのが、そのうちみたいなね。まあそのうちはいいんだけど、いつまでみたいな。だ僕もそのうちもあるんですよ。あるんだけど、やるべきことはこれって決めるんですよ。でも大きい夢だったり、大きい目標に関しては大きいからデッドラインはないんだけど、その大きいものを叶えるためにきょできることは全部コミ,あのコミットしてデッドラインをつけていくと。で、結局それをつやりまくっていくことによって、その大きいやつがいつの間にか叶ってるって話なんだけども。例えば、 例えばですよ。あのーあ、うん、一日なんかブログを書くとかね。まあ僕毎日ブログ書いてるんですけど、だこれも結局一日ブログ、一日一記事を書く、一記事のブログを書くとかね。一日一動画を撮るとかね。 もうこれもみんな取れないわけじゃないですか。別にそんなにじゃあ大きい目標なのかっていうと、これ大きい目標ですか一日一記,記,記事を書くって壮大なスペクトラクル、なんかめちゃめちゃ大志用、なんか少年よ大使を抱だけ、一日一記事ブログを書く。大きいビジョンなのか、夢なのか。でもちっちゃいですよね。でもこれを積み上げることが大事なんですよね。大きいところに行くためには一個一個積み上げるしかないので。だからこれを、 でできるるようにすすってことですね僕はだからブログに関してもずっと言ってるわけですよ。10年毎日書きますよと。まあ、この動画でも今言ってますけど、10年毎日書くと。で、自分で追い込んでいくっていう。うん。まあ動画は10万本はもまうま普通にいけると思うんですよね。このままでやるんで、動画はもう。まあこれをやってると動画に関しては、ブログはね、ちょっとめんどくさいんですけど、動画に関してはもう相当やり込んでるんで、正直もう歯磨きなんですよ。歯磨きはもう毎日できるじゃないですか。 なんか寝ぼけって言っても、別にそのなんか歯ブラシ、口の中ぶち込んでなんか歯磨いてると思うんですけど、それもずっと量こなしてるんで、最初は一番赤ちゃんの時とか、歯磨き、口の中に入れた,入れたら、うやーって泣いてたと思うんですけど、今、なんか泣かないですよね。どうですか、今、歯磨き、口の中に入れて泣きます、泣かないですよね。もう寝ぼけながらでも歯ブラシ、うわーってやってると思うんですけど、それはずっと何十年もずっとやってるから、それがもう習慣化になってるからですよね。 だからこのコミットしてデッドラインを作っても日々積み上げていってその習慣化していくっていう、うん、空気みたいにできるようになるとまあ、結局とかあれなんか,かなっちゃってたなみたいになるんで、うん、これ結構大事ですねコミットにデッドラインを作るとでコミットを自分と他者に言っていくってことですね、うん で、いつまでっていうのを必ず、やっぱいつまでをつけないとマジで流れますから。だから僕が意識してるのは本当にこれなんですよ。こういう、これね、この日にっていうのはね、商品がなかったとしてもこの日にやりますっていうのをあの言うんですよ。だから意識して、意識はここですね。デッドラインを本当に決めるっていう、この日ってしかもまあ公言するっていう。これでずっとやってきましたね、5年ね。うん。僕もその、 怠け者なんで。まあ怠け者って言っても多分あんまり通じないと思いますけど。まあでもね、それはね、今回の新商品で僕言ってると思うんですメンタルの話で多分言ってると思うんですけど。うん、僕自身もメンタル弱いし。うん、はい。まあいろいろ申し上げましたけど、うん、やらなければ結果は出ないので。うん、まああとね、僕やっぱ、 あのもう39歳になりますけど、本当に時間ないですからね。うん、時間ないよと。時間がないと。人生の。はい、もうあっという間です。僕がネットビジネス始めたのは22、3です。もうね、うん。ちょっとで39か。あっという間です。もう、もう秒速ですよ、こんなの。 うんか今本当には僕ねなんとか間に合ったなと思うんですよねだからあの熟成さん熟成の俊英君とか見てるまあ音声対談とか撮るとなんかうらやましいなと毎回思うんですけどね20代でそこ行ってるかみたいなねいいなーみたいなね <laughs> 僕はもうゴーストライターっていうか裏方が長すぎたんでねなんかんなんかメルマガで自由な人生をくれますよって書いてましたけど 缶詰食ってましたから、カップラーメン食って缶詰食って寝袋で寝てたんで <laughs>。20代ね。20代なんかメルマガで自由になれませって書いてて全然自由じゃなかったし。まあでも30代で、まあ、この5年ですか、自由に、うん、やってきて、借金もありながら、借金も全部返したし、2000万か。2000万返したし、まあ親に車もプレゼントできたし、まあ自分も自由にやってるし、 なんかね、本当に毎日が、なんか、今思うと、なんか間に合ってよかったなって、30代で、まあこういう生活ができたのは、できるようになったのはありがたいなと思いますね。うん。だからまあ、お伝えしたいのは、本当に僕は今、今の僕のライフスタイルって僕めちゃめちゃいいんですよ。あ、こんな生活本当にあんだな、みたいな。<laughs> なんか、5年やってますけど、まあもちろんね、その、借金があってこういう、なんだ。 こういう時いろいろありましたけども、大変でしたけど、大変でしたけども、やっぱその自由にやれてるので、うん、いいですよ。本当に。めちゃくちゃいいです。うん、この自由に。この、本当パソコン一台でね、まあ当時見たパソコン一台で僕、まあこれもパソコンで動画撮ってますけど、うん、ね、家から出なくてもいいわけじゃないですか。 ただカメラに向かって喋ってるだけですし、まあこれはパソコンに向かって喋ってるだけですけど、僕は。うん。そう。まあこれは本当に、まあうん、大変かもしれないけれども、うん。やる価値は僕はあると思います。本当に。だって人生あっという間に終わるんで、いや、普通だったらね、 まあまあ、すみません、このいただいた方の人生で言うならば、まあ、労働して人生終わるわけじゃないですか。どうですか労働して人生終わりますよね。40年、50年、労働して終わるわけですよ。ということは、自分の好きなことができる時間ってど、どれぐらいしかないのみたいな。で、そのなんか、定年退職みたいな言葉がありますけど、いや、定年してから自由って、 どう思いま,すまあそれがまあ一般的な常識普通なんであれなんですけど定年から自由ってまあまあ動けないよねっていうで今回みたいなねじゃあ定年退職しましたコロナです自粛みたいなね <laughs> うんなんでうんまあできるだけねまた、あ、最初は大変かもしれないしいろいろ苦難はあるけれども、まあ、この学ぶ価値もあるしやる価値は僕はあると思うんで伝え続けていきますけどね うーん本当に自由でいいっすよ。うん楽しい今。だから,もうだからもうあ僕はもう明日死んでも全然後悔ないですもん。全く後悔ないですね。うん、やりきってるし、もう自由な生活も結構して濃かったし、この5年も。いろいろありましたけどうん、なんか日々充実してるというか、まあ、自分で生きてますね、今は。うーん誰にと うん、そうなんかこんな生き方があるんだなーっていう、なんか自分で生きときながらなんかね、違和感まだあるからね。まあ、僕サラリーマンとか会社長かったんで、15、15年、4年、うん。で、しかもずっと止まってやってましたから、なんかいまだに5年やってるけど違和感ありますね。うん 伝え続けたいですねこのここ。これはね、人生でこういうふうにできるといいよっていうのを伝え続けてきますけど、うんまあ、そのためにはちょっと大変な部分はあるけど、その大変は、やる価値こ、超える価値あるよというところでございます。はいまあ、ちょっとぼやきみたいになっちゃいましたけど、まあ、あの9月30日0時からですね、塩プラスコショこちら足したら何になるねんっていうね、 あの特別なオファーを24時間限定で流しますので、まあ、0時に1発と、うん、どうしようかな、まあうん、18時に1発、2発ぐらいですかね、はいまあ、気が向けば3発ぐらい流します。こ、は、ん、い、な感じで、えー、9月最終日、えー、僕は39歳あ38歳か、38歳最終日にも追い込んでいくっていうね、<laughs> 38歳最終日に追い込んできますから。はい まあ、興味ある方は登録しておいてください。あとは、まあ、今回390円買われた方は、まあ、しっかりやっていただくのと、まあ、もっと勉強したいと、もっといろいろなんだ、知りたいっていう場合は、今回の商品非常にいいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、では終わります。ありがとうございました。